はいどうも、お茶です。今日はね、リプレイ動画にさせてください。申し訳ないです。本当はね、今日動画撮る気なかったんですけど、すいません。今までね、30fps で撮ってて、60fps でのね、撮り方が分かんなかったんですけどね、まぁ、ちょっといろいろ設定いじってたらなんかね、60fps で撮れるっぽいんで、ちょっとね、それを試していこうと思います。なのでね、まぁ、今日は本当お試しってことですね。本当に動画撮る気なかったんですよね。だからまあ多分ね、今もちょっと声おかしいと思いますけどね、すごい今寝起きみたいな感じで撮ってます。はい。なんでね、60fps なんで、前の動画とねちょっと比べてみるとね、結構面白いと思います。明日からちゃんとね、実況付きでね、実況付きじゃなくて普通に上げるつもりなんでね、よろしくお願いします。はい。ってことで、これ適当に一番上にあったリプレイですね。まあ、どっちが勝ったかも覚えてません。けど、まあこの方は僕のフレンズでね、何回か対戦してもらってます。で、この方ね、プレマカラー黄色ですね。なんでね、15段ですけど、まあ段位先と思っておいてください。前作23段だったか22段とかだったかな、確か。はい。まあ、とりあえず適当にね、実況っぽいことをしていきましょうか。はい。まあ、なんだかんだってね、JS が、なんだっけな、あれ。名前忘れた。ジェイスが育って、俺が1ラウンド取っていきます。多分これ強気な選択肢ですね。まあ、何回もやってるんでね、読み合いがね、回ってるのかと思われます。はい。まあ、ガンフレ振って、これ投げに行ったんですけどね、HS が漏れちゃいましたね。禁煙座ったら多分勝ったかなと思います。はい。さあ、JK かな、当たって、しっかりやるやる決めてね。はい。しっかりここはね、ブリンガーを空直でね、投げに行きます。ここ JK を気に入ったんですけど、無理ですね。さあ、めくりなんだっけな、JK かな。はい、今度はブリンガーをね、発生前に、JP でね、潰して、また発生前に JK で潰していきます。さあ、スタンキーも非常に強い。さあ、またスタンキーに甘えて、ガンフェイを、こういうジャンプ防止の右配置ですね。いい感じにカウントしてしまいました。ここもね、おそらく相手暴れると思って、ブリンガーを投げ。ごめんなさい。実況は追いつかない。頭が回らない。さあ、ガンフレ前配したら、グリーンが、で、なんだろうな、これ、暴れ潰しの6回かなが刺さって死んでしまいました。はい。さあ、開幕、足払いと、なんだっけ、あれ、名前忘れた。さあ、グランドバイパーしっかりガードして、一番痛い指導、6回からの、コンボ決めていきます。これおそらく195ダメだったかな、確か、出りますね。で、またブリンガーを JK でね。山に潰していきます。しっかり直がして暴れたんですけど、負けてしまいましたね。さあ、ガンフレ育ってグリーンが確認する。ガンフレ、なんだっけ、砕けろ、ボルタまでしっかり画面端で締めていきます。すごいダメージ量。さあ、ここ俺も投げに行ったんですが、逆に投げられ返されるとね、下側の人間が普通投げやすいはずなんですけども、おかしいですね。はい。で、しっかり、なんだっけ、引っ張り締めて、今度これ、置き JK ですね。置き空タイプの JK が相手にいい感じに刺さって、で、前パン、JS だったかな、JHS、ボルカか。で、死にました。はい。まあ、この方ね、プレマカラー黄色なんでね、結構頑張った方じゃないかと思われます。はい。前まではね、この方に全然勝てなくてね、最近ね、ちょっとずつ勝てるようになってきてね、上達を感じております。ということでね、今日はね、手抜き動画になってしまいましたがね、これでお許しください。明日からはね、ちゃんとまた動画上げるつもりなんで、よろしくお願いします。ではね、60fps なんで、前の動画とね、ちょっと見比べてみるとね、多分面白いと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。失礼します。